ただいまよ。暑いのかな、暑いからか、湿気のせいなのかな、どうなのか。これはカリタンありがとう。一番、お、今日は一番見えた。ブルームーンさん、テストさんありがとう。BGM かけとこっか。なんか寝てまうか、この BGM は。寝てまいますかね。虹色さん、こんばん、ピヨピヨ、ありがとう。あ、そう、今日でさ、スーピーズデビューして1ヶ月になりました。早い、1ヶ月だって。今日でちょっとみんなと会ってないからか、実感はなかなかありませんが、もう1ヶ月経ちました。でももうちょっとでね、会えるからね。着々ともういろんなことが進めることができておりまして、まだまだね、嬉しい報告もしていけると思いますの、待っててね。フジモンさん、ノブシャン、ロッピーさん、ネコプ、大将さん、おさぴーさん、大将、JJ さん、ありがとう。スワスさん、神散歩、うん、昨日紹介してたやつかな。アサイ最近食べてないよ。まあ最近よっても、この1週間以内には食べとる。ミユランさん、アマトーさん、ありがとう。ブラッチ、テイヘンさん、ネイピーズさん、スイカさん、ゴールドシップさん、ワンダーさん、いちごの妖精さん、まみちゃん、はまこさん、かんちゃん、のぶーさん、阪神優勝さん、あまつきさん、ローマ字ゆっきーさん、まーちゃんありがとう。超電気さします。よいしょ。森吉さん、奈緒さん、大工さん、ありがとう。のぶさん、ひょくきら、ありがとう。あ、新しい。あまとうさん、待ってたよ。ありがとう。いいね、これ。ギフト、新しいギフトだ。お待たせ。ピルクル、かずのりさん、くろくまさん、ありがとう。のり、はい、今日は、つあみです。髪伸びたね、めっちゃ。肩に乗せるとこんなに長い。経社員さん、ありがとう。イルカさん、ペクポワさん、いらっしゃい。サトちゃん、ありがとう。サトちゃん、ローマ字のマサさん、ありがとうです。ひでますさん、ありがとう。コロボ、おたこ、あさみさん、お花、これも初めてだ。ありがとう、お花。その先に君がいたさんも、お待たせ。虹色さん、お疲れ、ありがとう。雨に打たれた、いや、打たれてはない。傘をね、持って行ってたんですけど、やっぱね、雨に打たれなくてもね、髪がね、やられちゃうね。こう、雨の日は。大変でしたね、今日は。虹色さん、お疲れ。じいさん、たまさん、ありがとう。あ、聞いたよ、大将さん。岡田プロの、歌われてる姿、初めてお聞きしたんですけど、びっくりしました。歌声かっこよすぎたね。かっこいい歌声ってすごいよね。
ブルムーンさん、かわいいありがとう。テストさん、ありがとうございます。お疲れ山。ブルムーンさん、かわいい。タータンさん、ブレイブさん、ピョコニーさん、いらっしゃい。大将さん、パチパチありがとう。ヒロッポンさん、スイカさん、スピーさん、ありがとう。ヨッシーパパさん、ありがとう。ひなっぽん、はい、佐野松さん、ひなっぽんです。あ、雷かもしれない。サトシさん、そうでしょう。 TikTok めちゃくちゃ上がってるんですよ。今日みんなの分上がったかも、もしかしたら。 JJ さん、ありがとう。なんとかなりました、三つ編みしたら。ポニョニョンさん、ジャクチューさん、ありがとう。マミちゃん、パチパチありがとう。おしげさん、ゴールドシップさん、大文字カズさん、リュウ、リュウさんか、大文字リュウさん、ありがとう。ただいまドスウェイおのり。テフネンさん、キリンさん、ありがとう。ライスサフル、ありがとうございます。せいこまおちゃんの初恋の相手アンパンマン。僕の顔を食べよ。まおちゃんへ。キリンさん、テフネンさん、しんいちさん、マークツーさん、ありがとう。ヨッピーさん、テストさん、かわいい、ありがとう。 HM さんに、ギドラさん、ベジータさん、ソエさん、待ってたよ、ありがとう。お待たせ。ファントムさん、ありがとう。ノブさん、おたこありがとうです。暗いかな、今日。そんなこともない、大丈夫か。メリーさん、バタコさん、ありがとう。スイカさん、パチパチありがとうです。検索さん、いらっしゃい。スランプくん、ありがとう。お、イルカさん、ババババ。コウモリ、ありがとう、ババババ。今日は涼しいを通り越して寒かった。あ、本当、コロボ、雨降ってました。風邪ひかんように。寒かったよね、今日は。帰り私もめっちゃ寒かったな、今日。バタコさん、レインボースター、ありがとう。バンちゃんさん、ありがとう。ゴールドシップさん、お待たせ、ありがとう。スイカさん、フル、ありがとう。今日はご飯に溺れてない。まあ、溺れがちかな。でもいつもよりかはそんなギリギリじゃないです。夜ご飯帰ってきてから食べたけど、もう喉がほんとガラガラってなってる時は配信の2分前とかに食べきってるから。サンバさん、ナオナオさん、ありがとう。三つ編みです。まあ、今日はずっとポニテだったんですけど、そうなんですよ、ちょっと変えてみた。ジュンレベル45さん、ローマジューキーさん、お花、まー、あ、ちゃん、お待たせ、ありがとう。フジモンさん、おしげさん、パチパチ。サロくん、コシさん、ダッチャーさん、ありがとう。ヨッピさん、おふる、ありがとうです。ローマジヨシさん、お疲れ。おさぴーさん、お、かわいい、ありがとう。ロブシャン、ただいまです。ローマジヨシさん、お洋服ね、お洋服もね、さっき着替えちゃったけど、あのよく着てる、あの 肩強そうなやつです、今日は。フジモンさん、パチパチありがとう。ノブシャン、お待たせ。おしげさん、パチパチありがとう。まー、あ、ちゃん、お花ありがとう。アンチヒロさん、いらっしゃい。お、ヘンリーさん、ありがとう。ひらがなヒロさん、ありがとう。HK さん、パチパチ。隊長、ピザの食べ過ぎで動けません。
なんて幸せな悩みだ。ピザか、ピザなんて久しく食べてないですけど、いいな。ゴンちゃん、おしょうさん、ありがとう。スランボク、客キラありがとうございます。おがこさん、レインボースター、ありがとう、いっぱいありがとう。まっちゃん、フルありがとうございます。はー、天界地シャオフル、おがこさん、レインボースター、川崎さん、お花ありがとう。トトロさん、いらっしゃい。ゴンちゃん、ジージー、おだっちさん、今日もありがとう。看板員さんに、ひらがなのズミさん、ありがとう。てへんさん、お待たせ、ありがとうです。いや、さつしさん、今日はね、前髪は大丈夫なんだけど、後ろ髪が終わってました。毛先とかやばい。おがこさん、お花ありがとう。うだちさん、結婚してありがとう。あめぐまさん、なのはちゃん、ありがとう。むらぴーさん、お花、お花ありがとう。おがこさん、お待たせ。ローマジューキーさん、お待たせ。かりたん、結婚してありがとう。イーデックさん、いらっしゃい。ひでゆきさん、バラありがとう。サロくん、お疲れ、ありがとう。隊長、お待たせ、ありがとう。ひでゆきさん、パチパチ。ムラピーちゃんのお花、ありがとう。寝てまうよね、これ。ちょっと変えるか、 BGM な。変えますか。おさっぴーさん、お花ありがとう。なんかもうちょっとね、ポップなやつがいいよな。あ、これいいね。あ、これもいいね。ひでゆきさん、じいじいありがとう。しんいちさん、おがこさん、パチパチありがとう。あんちひろさん、100キラありがとう。そうなんですよ、ネコプ、1ヶ月だって。もうカノンさん、100キラだるまありがとうです。ありがとう。テストさんも、ブルームーンさんも、早いね。ムラピーさん、アントワーヌさん、ありがとう。虹色さん、お待たせ、ありがとう。ズミさん、おはよう。イルカさん、パチパチありがとう。ハイドさん、いらっしゃい。おさぴーさん、パチパチありがとう。イルカさんも、ありがとう。テストさん、おめでとう、ありがとう。にじいろさん、お花、お花だよ。マンボウさん、いらっしゃい。イルカさん、パチパチありがとう。トキピタさん、ありがとう。解決たまごんさん、コタロウさん、ローマ字ユタさん、ありがとうです。当選すればね。そうなんよ、そうよ、それをお祈りしとかんと、本当に。みんなが当たるように。え、いつだ、今日もう3日じゃん。もうちょっとで抽選締め切りです。皆様、お忘れなきよう。ツーピーズの初ライブ、10月30日です。キピタさん、解決たまごんさん、ひでゆきさん、ありがとう。おがこさん、キドラさん、ありがとう。おしょうさん、イルカさん、パチパチ。スイズのりあきさん、海ほたるさん、ありがとう。ねえ、さとしさん、ねえ、そうなんですよ、デビューしてから入ってないですが、ありがとう。じいさん、お花。おきいさん、スペースメイクで話したことと、とんかつのマイセン、本店の資料送ってくれたの。そう、そうなの。それ助かるね、行かなきゃだからな。
内線本店に。ローマ字ユタさん、かわいい。じいさんお花、ヘンリーさんお花ありがとう。テヘイさんフルありがとうです。今日もドラゴンボール見ながら配信見てる。え、今やってるってこと？普通に見てるのかな今。大勝ちいらっしゃい。ヘンリーさんお花バーバーありがとう。イルカさんパチパチありがとう。いっぱい。秀幸さんサイリウムありがとう。スピードバードさん、天中くん、ひらがなゆっきーさん、ぎゅうさんありがとう。ブレイブさんパチパチ。ときぶたさんお花ありがとう。パーぎゅうさんありがとう。アントワヌさんパチパチありがとうです。はじさんありがとう。カタカナのワンダーさんお待たせありがとう。へっちゃか歌うの緊張するかなって。うん、歌うというよりかはその場にね緊張しそうだけど、もういい緊張感を持って力いっぱい出せるようにしたいね。緊張しても頑張ります。大友さんいらっしゃい。ワンダーさんお待たせ。あ、なんだこれは。狼じゃないか。狼？わお、ありがとう。ワンダーさん、海ほたるさん、サルくん、お花。あ、ありがとう。キンニャンさん、パチパチありがとう。お、ナノアちゃんありがとう。お下げです今日は。ワンダーさんパチパチありがとう。グッチトラガンバさんありがとう。お、ワンダーさん、キョンシークマありがとう。キョンシークマ、キンニャンさんパチパチ、ユキさん結婚してありがとう。テストさん、はい、まだまだありますよ、準備中のものが待っててね。体調フルありがとうです。アンパンマンの日、あ、今日アンパンマンの日なんだ。かわちいアンパンマンって何？やめるんだ、やめるんだ、どう？アンパンマン忘れつつあるんやけど、ご本家の聞かないか。アンパンマン、アンパンマン、はい、おめでとうアンパンマンの日。おさぴーさん、キョンシークマありがとう。今日もくにひろさん、テケテケさんありがとう。ローマ字よしさん、100キラありがとう。 TikTok の新しいスーピーズ動画見たよ。夢っぽいおしゃれなやつ。夢っぽいおしゃれなやつ、どんなんだっけ。ちょっと見とくわ。トラガンバさんお花ありがとう。あさとろけるさんキラ100、ベポさんありがとう。グッチパチパチ、マミちゃんフローありがとう。残り3ヶ月だからスーピーズで来年のカレンダーね、出したいです。そう、グッズをね出したいよね、スーピーズも。まあ、まだね、あの自分たちのライブとかできてないからまだなのかもだけど、普通に出したいですよね。スーピーズってほんと色作れると思うんだけどな。コンセプト満載だし。コシさん、王様さん、お待たせありがとう。グッチーパチパチありがとう。ヨウちゃんいらっしゃい。ティクトックおひなハルポン、スーピーズのTikTok おひなはる、あ、そう出てました。今日どっちも出しましたよ。みけねこさんありがとう。天竺フルありがとうです。はい、今日は三つ編みです。ありがとう、ありがとう。ロッピーさんお待たせありがとう。うわ、
コロボ全国的に雨のやつだそれ。松山も東京も雨なんだ明日。気をつけてみんな。鈴尾さんありがとう。秋山よっちさんいらっしゃい。スウェスさんフルありがとう。中山栗の季節。え、栗めっちゃ好きですよ。本当にめっちゃ好き。栗ご飯とかお家でも結構出てた。実家で栗ご飯。え、栗坊主。はい、栗坊主。あきやんよっちさんありがとう。のり、お、お花ありがとう。お花。天中くん、海ほたるさん、かわいい、ありがとう。獅子丸さん、いらっしゃい。龍、いらっしゃい。コンドルさん、お、ジャンさん、かおりさん、ルミより、ありがとう。シルバーさん、お花、ありがとう。お花、ぽわテストさん、おお、お、かみじゃ、わお、ありがとう。新しいね、これも。え、合ってるよね。ワンダーさん、パチパチありがとう。リルルさん、ネコミミさん、市原さん、スイッチさん、およよさんありがとう。ワンダーさん、かわいいありがとう。ユキさん、フルありがとう。へっちゃかへっちゃか。まとろんでるトロピカリニャー、ああどこまでも透き通るブルーワイハー。パリタイパリタイ。はい、スウィッチさん、およよさんありがとう。ワンダーさん、かわいいありがとう。お、ようちゃんも、お、髪、わお、ありがとう。ひでゆきさん、レインボーした、ありがとう。 N1643 ありがとう。テストさん、フルありがとうございます。 TikTok 見てきました。どれも可愛いですね、 TikTok の。そうなんですよいや、すごくない？なんと、あの TikTok 動画撮るのに、あのぜひ使ってくださいよってTikTok の本社さんが言ってくださってですね、あの今回出してる動画とか、まあ、これから出る動画もめっちゃね、本社で撮らせてもらってるんですよ。 TikTok の日本の本社です。すごすぎんか。なんかこの間さ、夜景となんか一緒に写真撮ってるやつを X で載せたと思うんですけど、あそこも本社ですね、 TikTok の。ありがとうございます。ローマ字よしさん、レインボースターありがとう。かまいさん、100キラギフトありがとう。さっきまでロンロンやってた、5000で1位。えー、すごいじゃん。めちゃくちゃ、この間も言ってたけど勝ってるね。ハイドさん、お疲れ、ありがとう。トゲいらっしゃい。体調はね、全然大丈夫です。元気ですよね。これは秋風邪になるね、みんな。そうなのよ。リュウ、お花ありがとう。お花パサ。初参戦のひなほライブもかっこいいが第一印象だって。本当？は、初ひなほはいつだっけ。虹色さんありがとう。エイジさん、ブルーさん、池おもちさんありがとう。メイピーズちゃん、お花パサありがとう。大将さん、いってらっしゃい。虹色さん、サイリウムありがとう。たくさん。スーピーズってカタカナ表記だとスーピアーズ。うん、あのスーピアーズって書いてスーピーズって読みます。
そうだよ。キヨさん、桜咲くさん、ありがとう。風と海とさん、ありがとう。お、さとしさん、お休みいいですね。いいな。まあ明日も雨だからね。休みの方はゆっくり過ごしても良きだよね。今日も雨だったし。リュウ、ジージーありがとう。ヒデハラさんありがとう。ブリッジで止めてた歯がさっき抜けた。何？ブリッジって？固定してたの？歯を？それ大丈夫なの？抜けて。ローマ字マサさんパチパチ。ピルクルもありがとう、パチパチ。ローマ字ユータさんありがとう。ハーブ侍さん、お、良きですか？ BGM 変わりました。 GTR さん、プレプレさんありがとう。いや、だいぶ服選び難しいよ本当に。あ、でも最近ね、まあ、ネットだけどいろいろ服を買いました。秋服、そう、もうね、半袖じゃ寒いし、長袖だったら昼間暑い時あるし難しいんだけど。ハーブ侍さん、回復ポーションキラキラありがとう。いっぱい、はるかさん今日もありがとう。早食い気をつけてね。そうね、早食いたま体に良くないよね。私はもともとさ、すごい全然せっかちじゃないんだけど、食べるときはめっちゃせっかちになっちゃうの。もう結構これちっちゃい時からというか、まあ小中ぐらいからもう本当にもうペンギンぐらい丸飲みしてるからさ、ちょっとなんかあんま良くないやんか、体に直していかんというか、ね、なんか学校の先生とかさ、ご飯は30回噛むとかって言ってたけどさ、もうありえんというか、なんかできないんだけどそんなのどうしたらいいんだろう。なんかもう自然に飲み込んでしまうね。シムさんいらっしゃい。のぶーさんありがとう。いっぱい、お、サイリウムもありがとうです。のぶーさんいっぱい、あ、アマトさん、そう、あ、それそうじゃん、言わなきゃじゃん。あの五等分の花嫁行けました、映画。そう、3週間限定って言ってたから、まあ、なんとか行こうよってなって、ハルポンちゃんと、もうハルポンちゃんと最近お仕事でも毎日会ってるからさ、もうなんか終わった後とかに行こうってなって行ってきたんですよ。行けた。特典もね、もらえまして、缶バッジもなんか2人で買おうって言ってランダム缶バッジ買いました。とね、私の推しではなかったんだけど、めっちゃ可愛かった。ほら、めっちゃ可愛いいちかちゃん当たりました。可愛い。じゃ今回そのバケーション的な、その海のね、旅行とかの話なので、服も可愛いんですよ、うん、これね、入場者特典ネタバレになる方もいるかも、だからちょっとだけなんやけど、これさ見て、もうめちゃくちゃ面白い入場特典じゃない。なんとね、カードゲーム、トランプみたいなのくれたんやって。トランプ全部種類違うの。これでなんか一緒に行った友達とかと、あのカードゲーム遊戯王みたいなのができるんやって。めっちゃすごないそれ、どういうことって思って二人で言ってたんですけど、こうやってさ、まあ、こうデッキを、カードを置くとこがあるわけですよ、紙に。
あと説明書と、映画見に行くだけでこの特典もらえるのすごくない？バトルできるんやけど。でもあのこれもらったのに、お互いもうすっかりも忘れてて、もう持ち帰ったまま、持ち帰ったままやらずに持って帰ってきちゃったんだけど、ちょっと今度会った時にバトルしたいと思います。なんか花嫁を取り合うゲームらしい。面白い。のぶさん、サイリウムありがとう、いっぱい。いや、最近の映画特典すごいですよね。ヨッシーさんありがとう。のぶしゃん、サイリウムありがとう。ブラッチー、お、オオカミ、あお、ありがとう。おがこさん、のぶしゃん、サイリウムありがとう。カスアットマークさんいらっしゃい。おさっぴーさん、うま、ありがとう、うま。え、そうなの？なのはちゃん、仕事で毎日ピザ作ってるって、初めてかもしれない。ゴールドシップさん、サイリウムありがとう。トンヌラさん、ブレイドさん、ありがとう。新橋のアンテナショップでドライチゲットしてきました。あ、本当ですか、ありがとう。テストさん、新橋ありがとうです。今日入荷したらしいので、めちゃタイミングいいですって。あ、よかったね。そっか、ちょっとあれか、こっちだから遅れもあるのかな。よかったです。イズキュン、パチパチありがとう。スナフキンさん、いらっしゃい。お、自転車乗りさん、神散歩ありがとうございます、見てくれて。見るお肉さん、カレーは喉越しさん、ありがとう。カリメロさん、え、ポブマスターさん、ありがとう。連名カレンダー嬉しい。今回はパジャマパーティー編で9月かな、担当させてもらいます。越後の神さん、マサ31さん、ありがとう。リュウフル、ありがとうです。寝れない夜に時々聴く BGM に近いので、スピスピしそう。何今これ流れてるやつ、寝ちゃうじゃんそれ。レモースさん、たまごちゃん、マーさん、スランプくん、ドナルドさん、ありがとう。おひつりさん、スランプくん、あー、読んだかもしれない、電波悪かった。トコトコさん、グッピーさん、 TS さん、ゴンさん、ロボさん、ありがとう。ひらがなのコンさんか、ありがとう。スランプくん、パチパチありがとうです。サクサクさん、いらっしゃい。今日は寝違えたのか首が回らない首痛いってことあるよね、たまに寝違えたらさ、めちゃくちゃさ、一日痛いよね、首めっちゃ嫌なんだけど。指パッチンしたくなるでしょ、ミッキーローズさん。喫煙4日目今までで一番心折れそうになった。でも偉い、もうちょっとで1週間だよ、イズキュー。1週間ってでかくない？近所のセブン、タバコ売るのやめてほしいやって。ヨッシーさん、お花はありがとう。あ、ノリありがとうございます、開催。あー、ヤマピーもありがとう、申し込んでくれた。かえ、ドキドキだ。シガさん、いらっしゃい、ありがとうございます。そしてなんか今回のさ、ツインプラネットのこの20周年ライブ、これって入場無料なんだね。え、すごくないまあでもその分すごいさ、あの倍率とかも高くなってくかもだけど、え、すごいと思って、ぜひ来てほしいな。あのスピーズ以外にもいろんなすごい方がたくさん出られますので、同じ事務所のタレントさん、アイドルさん。ヤマピー、サイリウムありがとう。
ローマ字まこさんいらっしゃい。スーピーズで担当カラーが水色になってからなんとなく水色のものを意識してるって。うん、確かになんか可愛いさお洋服があってなんか水色とかあったら買いたいなって思う。最近ちょっと淡いやつとか。まこさん、クラッシャーさん、ありがとう。認定員さんいらっしゃい。お、まこさんパチパチありがとうです。コートクさんお疲れ様。キラブンタさんありがとう。あー、ノリ本当ですか、ありがとうです。有給申請したので言ってくれとる。30かな。キラブンタさんお花ありがとう。お花、あー、リゼロまだ見れてないな。昨日放送したやつよね。え、結局さ映画でやった内容を丸々やってたのかな、あのつながったバージョン。クラッシャーさんパチパチありがとう。ももさん、たけたけさん、あ、そうか、ハトリちゃん今日 M リーグだ、いらっしゃい。ハトリちゃんお待たせー、ありがとう。ローマジヨシさん、わかるわかる、ありがとう。ひなほちゃん、還暦になっても民謡ライブで大繁盛間違いなし。いや、長生きしてよしさん、私も長生きしますので還暦ライブしたいな。エルモさん、ギギさん、ありがとう。ファントムさん、リュウ、お花ありがとう。お花、あ、テレビで今ドラゴンボールやってるんだ。 MX6 さん、いらっしゃい、ありがとうございます。服部ちゃん、フル、ありがとうございます。モノホンのへっちゃかダンス見せてくれよって。へっちゃかダンス、ちょっとじゃあ新しいとこ、いや、やっぱサビにしとこう、みんなに踊ってほしいからいくよ。さあ、へっちゃかめっちゃかやなっちゃもの捨てて、ぷっぷかぷっぷか最高じゃうかまあ、しょ、せっせかせっせか毎日お疲れさまです。じゃあどうやろうと、こっちはこっちでやんなきゃだもんね。はい、かわいいでしょこの振り、覚えてね。ローマジユキさん、おたこありがとう。オオカミの耳かわいい。オオカミの耳、カタカナヤックンありがとう。土屋さんいらっしゃい。つばきさんありがとう。体調かわいい、ありがとうです。イナッチさんいらっしゃい。お、アマトーさんフル、ありがとうです。デビュー1ヶ月のスーピーズさんにブルーとピンクの綿棒で私から画面越しにお祝い差し上げます。新しいよそれは、ありがとうございます。本当ですか。え、今じゃあお祝いしてくれてるってこと、画面の前で綿棒で、ありがとう。見たいなそれ。孫悟空さん、ショーン K さん、ヤスプッチンさんありがとう。ヤスプッチンさんお花も、ファさんありがとう。スミンさん100キラありがとう。お、ゴエモンさん、ソファーに寝そべるひなぷー可愛かった。あれはへっちゃかポーズを真似しました。結構再現できてない、あのソファーといい観葉植物とかもあって、ありがとう。ゴエモンさん、ヤマトさんありがとう。ひなほは空も飛べるようになったんだね何の話してたの、空飛べるようになってる私ね。ジェラピキさんとコラボさせていただきたいよ、いつかね。え、まめちゃん、ハルポンのさイラストグッズもまた欲しいよね。ねえ、ナナさんいらっしゃい。ネコプーパチパチありがとう。ノブシャン
ありがとう、コウモリバサバサ。はやてさん、ありがとう。お、ようちゃん、尊いに結婚してありがとうです。52分、やば。お、マー君ギターさん、いらっしゃい。すごいね、今日はレインボーの嵐だね。タグ JP さん、はちみつさん、ありがとう。のぶしゃん、テストさん、サイリウムありがとう。おさっぴーさん、おがこさんも、あ、みんなありがとう。ひでゆきさん、ハーブザムライさんもありがとう。なんか歌ってたのかな、これ。あ、赤ずきんちゃんギフト始まったんだって。なるほど、じゃあ狼で合ってたね。孫悟空さん、バラありがとう。タグケンさん、いらっしゃい。よく我が埼玉は千葉県とライバルってテレビで放送とかしてるけど、愛媛県でライバルといったら何県？へえ、そんななんかライバル意識ないと思うけど、愛媛ってどうなんやろ。四国みんななんか意識はしてるのかもしれない。なんだこれ、お元気？ありがとう、元気です。なんかそのどこ何県とかにこだわらずさ、四国というまとまりでなんかお互いにとかはあるかもしれんけど、どうなんやろ。タグケンさん、いらっしゃい。おしるこさん、ひろほーさん、ありがとう。そう、ヤマピン本社行かせてもらったんですよ。リャンダポさん、ありがとう。スミーさん、パチパチありがとうです。ハラメタロ、サイリウムありがとう、いっぱい。月の人さん、いらっしゃい。季節の変わり目はカニパン食べたくならないって。何カニパンって、初めて聞いたんだけど。カニパン？ひろさまさん、かさ文化さん、ありがとう。おひなはコンビニのスイーツ食べるイメージないけど、あー確かにあんまり買ったことないかも、コンビニスイーツ。うん、前なんか昔買ったので美味しかったのは、あの白いもちもちたい焼きみたいなの売ってて、それ美味しかったな。なんかあのパリッとじゃなくて、ほんとなんかめっちゃしっとりしてるのよ。でめっちゃ冷えてて、冷えてるなんかもちっとしたたい焼き、うん、焼いてないかもしれない、あれは焼いてるのかな。美味しいよ。そうか、虹色さんめっちゃ覚えてくれてるじゃん。 We Love 滝山ツアーファイナルの排他的が最初よよって言ってくれてる。へえ、そうか。え、あれからどんぐらい経ったんやろう。あれもね、 DVD 出たよね、その後に。ひろしさん、きんにゃんさん、よもつくさん、ありがとう。虹色さん、サイリウムありがとう。自分もブリッジの歯が取れた経験ある？ここにも同じ人がいるんだけど、なんなんその怖そうなやつ、ブリッジの歯が取れるって。セイさん、いらっしゃい。冷房つけないと暑いし、つけたら寒いし、寝るとき困るね。でも私も寝るときは消してるかも。マサさん、結局さ、つけて寝ちゃったらさ、起きちゃう、寒くて。猫だましさん、ありがとう。今日も野菜炒めさん、ありがとう。秋はボルドーカラーのイメージ、確かに。いや、秋が似合う女性って素敵だよね、思わない？めっちゃ大人っぽくない？秋が似合う女の子って。ドナルドさん、フルありがとう。 TikTok スーピーズよしんこ、ありがとう。いっぱいこれからね、のしてくよ。
ローマ字のマサさん、パチパチありがとう。ね、丸飲み栄養にならんね。あら、ほんとユーニャンさん、推しではないか。すごい、 M リーグ終わったのかい。コラボありがとう。おやすみ。今日もいいな、五等分。あ、面白かったよ、すごい。あと歌、曲がめっちゃ良かった。曲もめっちゃ良かったね。きなこ推しさんいらっしゃい。ね、フリーレン2期制作決定したね。嬉しい。え、どうだろう、放送いつになるかな。可愛いよね、この缶バッジ。お、よろしくお願いします、なのはちゃん。次のスペメで教えて、ブリッジについて。歯のね、咀嚼回数気にしてたらね、大勝ち。そうなんですよ、ダメだよね。まめまめ仙人さんありがとう。俺のターンって、そうできるわけ、城の内になれるわけ。まさかのカードゲーム。あちこちさん、ひめみきゃんさんありがとう。友達おらん移動は悲しい特典。なんかでもこれ一人でも遊べそうなんですけど、どうなんですかね。カードもさ、すごいね、種類あってね、すごいお得だと思うんだよね。これ風太郎取り合うわけじゃない。あ、ね、私も思ったんだよ。さ、物語的にさ、風太郎を取り合うゲームなのかと思ったら、まさかの嫁を取り合うというゲームらしい、これ。多分花嫁を先に3人奪った方が勝ちみたいなって書いてた気がする。5人中3人ツーピーズのバトルカードゲームも作っちゃう。相手をお昼寝させたら勝ち。いいね、なんか平和でいいね。ゆうじさん、ぶーちゃん、さいさん、おかきさんありがとう。さいさん、お待たせありがとう。おかきさん、バラに小判ありがとうございます。わ、ゆっきーさんもみくちゃん優勝だったよ、今回五等分の花嫁。本当に可愛かった。あの、ま、服とかそのもそうだし、表情とか可愛かったね、めっちゃ。ローマ字ゆきさん、バラありがとう。ピコさん、シアトさんありがとう。ねえ、ハラメタルン TikTok の本会社さんでスピスピさせてもらいました。スイカさん、サイリウムありがとう。今日もまあまあまあさんいらっしゃい。きなこいさん、客キラありがとうです。今日は声少しかすれてる。あ、ほんと？へっちゃく歌いすぎた。あ、でもその通りかも。今日ずっとリハだったんですよ。ずっと歌ってました。最近ね、結構ね、ちょっとずつ地声も枯れるようになってきたんですよ。ライジンさんいらっしゃい。うらしゃんありがとう。小粋なさとくんいらっしゃい。ストリートくん、パチパチありがとう。首の寝違いは一日テンション下がるよね、起きた瞬間からね。ひなぷのオカルト話好きです。オカルト話してた私。ライブ当たるかな、競争率高いよねって。うん、どうかな。一時でね、ちょっとあの落選したっていうお話をさ、このルームでも聞いてるから、うん、もしかしたら高いかもしれないけど、みんなが当たって来れるのをお祈りしときます。
2次が終わった後ないのかな、もうチケットの販売とかね。ワンダーさん当たってくださいって、本当にツイプラ太っ腹って、本当だよ、20周年だもんね。金ちゃん、ヴァンパイアお兄さん、ひらがな斉藤さん、ありがとう。アントワヌさん、フルありがとう。今日も本編短い分特典サービスしてくれてるかもって。あ、ライブの話かなこれ。マサさん、いらっしゃい。野菜生活のブドウのデラウェア、え、なんだっけそれ、美味しそう。タカミーさん、いらっしゃい。マサさん、お疲れ、ありがとう。ねえユキーさん、今日涼しかったよね、雨だったし。マサさん、ありがとう、お疲れ。オカムさん、100キラありがとう。あー、マサさん、レインボースター、ありがとうです。いきなりリゼロ見たらよくわかりません。え、3期から見たってこと？それちょっとわからんよ、多分ユッキーさん1期から見てみなよ。ひでゆきさん、サイリウムありがとう、いっぱい。テストさんも、大工さんもありがとう。ペクポワさん、かわいい、ありがとう。おお、大工さん、いっぱいありがとうです。風と海とさん、サイリウムありがとう。のぶしゃん、かわいい。ブレブさん、サイリウムありがとうです。くまたかさん、仙人さん、ひらがなのようさん、ありがとう。お、大工さん、フルー、ありがとうです。おお、もうこんな時間ですけど、今日もありがとうございます、来てくれて。ただいま、あの10月6日までチケット予約、抽選の予約をしているんですけども、スーピーズの初ライブが10月30日に決定しました。場所は六本木にある EX シアターという場所です。今回その自分の所属しているツインプラネットの20周年記念で大感謝祭を開くということで、そこでオープニングアクトとして出演させていただきます。ここが本当に初パフォーマンスとなるので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。オープニングアクトなので、きっとあの出番時間も昼下がり頃になると思いますので、お昼になりますが、みんな来て、お昼寝しに来て。お昼寝したらいかんけど、お待ちしております。そして今日またあのスーピーズと私とハルポンの方で新しく TikTok 動画も上がっておりますので、ぜひチェックしてね。ちょっとまたね、面白系動画をちょいちょい上げていく予定なので、乞うご期待。こひさん、フルありがとうございます。今日は日本武道館の設立60周年、すごい、60周年なんだ日本武道館って。ダメ元で30日申し込みましたって。あ、フェスみたいなのをやるってことかな、こしさん。すごい。ヤフカラホーさん、いらっしゃい。ショーンケイさん、今日のお洋服おしゃれでニット感かわよくて。ユキですか？ニット感は確かにね、ここがね、こうなってて。そうだよ、お洋服は自分で選んでいるんですけど、ありがとうございます。でも最近はネットも多いですね。ネットで買ったりとか。イルカさん、お花ありがとう。お花。仙人さん、サイリウムありがとう。ミッチさん、デメキンさん、ありがとう。ライルタルさん、いらっしゃい。はやてさんか、さっきの。お元気？ How are you？ ありがとう。わ、はやてさん、お花もありがとう。
最近ちょくちょくジェラピケのページチェックしてる。もしかしたら2人がわあモデルで出ないかと。出たいよでも本当に私たちがこう衣装で着てるやつはジェラピケさんのところでもう販売されてるやつなので、ぜひお揃いにしてください。ブラッチーパチパチありがとう。お、リラックマイランシャイ今日もありがとう。四国の日の出ひなほさん、私日の出すごくない？え、カニ型のパンがカニパンなんだ。え、気になりますね。カニパン調べてみようかな。あ、見たことあるかも。え、かわいい。え、カニパンかわいい。え、カニパンを使ったバーガーもあるよ、売ってる。え、めっちゃかわいいじゃん、カニパン。食べたことないですね、でも。すごい。どんな味なんだろう。あ、そうそう、あ、ローソンだっけな、ユッキーさん。なんかセブンとかでもあった気がする、もちもちしてるやつ。あ、ローソンかね。ヨシさん美味しいよね、あれ。赤さんいらっしゃい、おこんばんは。はやてさん、おお、オオカミわお、ありがとう。ワンダーさん、レインボースター、ありがとう。ネイルさんに、サイさん、ターさん、ロボリンさん、野良犬さん、お、スナフキンさん、ありがとう。おさっぴーさん、ラブレター。ワンダーさん、レインボースター、キラキラ、ありがとう。オレレベはもう来年早々1月からだから楽しみ増えたって。あれ、え、そうなんだ、もうそんな早く2期するの、すご。ちゃんむさしさん、睡眠鏡さん、マシャマシャさん、マナさん、ありがとう。サイさん、パチパチありがとう。ひろちさん、ありがとうですおー、テストさん見に行っておいで、ぜひ。得点ももらえますし。ダイスさん、パチパチありがとう。えのさんさん、バンクーバーさん、ありがとう。五等分の花嫁最初から見てます。映画間に合うかな。え、本当ですか。間に合う間に合う。五等分の花嫁結構ね、あ、でもそっか、最終話まで見てからの方がいいかな。確かに、なんか番外編って感じだから、そう、めっちゃつながってるというよりかは、うん。すごい面白かったよ。パパさん、ハートのヨシさん、いらっしゃい。キンニャンさん、ハロランさん、ニオさん、ありがとう。ハロランさん、かわいい、ありがとう。おのり、告知ありがとうございます。今日もありがとうね。ローマジユキーさん、バラありがとう。ノブシャン、レインボースターありがとう。会社でお昼寝しながら聞けるように頑張ります。うん、もうこれ聞いて、あーって眠れるくらいの。あ、これ聞いて元気になれたり、それをなんか気に行動できるような、そんな曲でありたいですね。へっちゃかお昼寝前に、お仕事前に聞いてください。ハッピーさん、かわいい、ありがとう。のいちさん、やすのりさん、ありがとう。ワンダーさん、あげ、ありがとう。ワンダーさん、マサさん、シャコキラありがとう。よしんこと、ありがとう。ミーハーさん、ありがとう。そういえば力道山、力道山の時代に武道館なかったの、なかったのって仙人
伊豆県は。カニパンのお姉さんもいる。カニパンのお姉さんって何？あ、カニパンを紹介されてるお姉さんってこと？すごー。でもいっぱいいるよ、カニパンお姉さん。あ、これかもしれない。あの帽子にカニパンついてる。めっちゃ可愛いんだけど。可愛いですね、カニパンお姉さん。ほえー、なんかこんな風に売ってるんだね、袋詰めで。地元にはないね、カニパン。バンクーバーさん、パチパチありがとう。八丈島の近くにカニパンで有名なパン屋さんあるんだって。八丈島ってどこだっけ。行ける、ここから。バンクーバーさん、フルありがとう。今日も宮内さん、コージさんいらっしゃい。セントちゃんありがとう。あー、30分なっちゃった。マサさん、フルありがとう。いいな、いいな、ていにゃ。はい、ボスさんありがとう。今日もキョンシュさんいらっしゃい。ちいち、お花、おはさんありがとう。あ、パチパチもありがとうです。ユーサさんいらっしゃい。あ、追いついたんじゃない。追いついたね。よし、じゃちょっとお供行こうかな。今日のお供はね、なんか体に良さそうなセブンのウォータートリプル鉄分ってやつ。鉄分が取れるんだって。すごくない？味は何味なんだろう。しかもちょっと紫っぽいからさ、ちょっとお茶っぽく見えるけど、ここから見たら。でも自分のこの肉眼で見るとちょっとブドウっぽい感じの色。いちごとかぶどうとか。これ何味？気になるんだけど。あ、でもちょっとベリー系の匂いするか。はい、では本日も遅くなりましたが、今日も一日お疲れ様。おやすみ。美味しい。あ、ぶどうジュースですね。あ、ぶどうだこれ。すごい飲みやすいぶどうです。なんか普通にこのこれがなくて、セブンのぶどうジュースみたいなって書いてても、おーおー、ぶどうジュースだってなる。いや、全然風味とかじゃなくて、めっちゃぶどうジュース。うん、美味しいです。体にいいんかな、鉄分って書いてるから。1日分の、あ、1食分の鉄分とレタス3個分の食物繊維。グレープエキス配合って書いてたわ。グレープエキス美味しい。ゼロシュガーだね。ゼロカロリー、ゼロ糖類、ゼロ脂質。美味しい。鉄分補給しよう。鉄分でなくなりますから。うん、みんな乾杯。すごい売ってるのって。うん、セブンにありましたよ、セブンイレブンに。のぞみさんいらっしゃい、ありがとう。何でもあるエミフルにカニパンがないとは。あるのかな。あるかもしれない、エミフルなら。エミフルの信頼度高すぎてカニパンあるかも。ブレイブさん、サイリウムありがとう。ヨコポンさん、全然間に合っとるよ。
ネイルさんありがとう。みつあみです。今日は鉄骨飲料、そう、体にいいらしいです。ハムちゃんありがとう。よし、じゃあランキング読みしていこうかにゃ。ありがとうでした。今日もなんかめっちゃ乾燥するんだけど、今日ここがやめな。最近乾燥があれだね、外も乾燥気味なのかな。13位、マサさん、お疲れ様、ありがとう。マサさんおやすみなさい。12位、ようちゃん、ありがとうございます。ようちゃん今日もありがとうね、おやすみ。11位、ブラッチー、ありがとう。本日も壇上ありがとうございます。10位、ローマ字ゆきさん、はありがとう。ゆきさん今日もありがとうございました。たくさんありがとう。9位、のぶしゃん、ありがとう。のぶしゃん本日も壇上ありがとうございます、おやすみ。8位、お、ひでゆきさん、ありがとう。今日もありがとうございます、おやすみ。ラッキーセブン、あ、おがこさん、7位、ありがとう。明日はいい日になるぞい、あみ気をつけて。6位、テストさん、ありがとう。テストさん壇上です、本日もありがとうでした。今日もそして5位、ローマ字のマサさんよー、ありがとう。マサさん5位です、いつも壇上ありがとう、おやすみ。そして4位、イルカさん、わー、ありがとう。めちゃいただいててたくさんありがとうございます。4位、そして今日の第3位、ブルルルル、あぼん、おさぴーさん、ありがとう。おさぴーさん3位です。たくさんいただきありがとうでした。今日もそして2位、あぼん、はやてさん、ありがとう。はやてさん2位です、ありがとうございます。たくさんおやすみ。そして今日の第1位、あぼん、ワンダーさん、いいよ、ありがとう。1位です、たくさんありがとうね、めっちゃいただいてたありがとうございます。ということで、お、4284盛り上げ。今日はお下げ、お下げパタパタ盛り上げ。はい。ということで、今日もたくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日配信しておりますので、ぜひルームフォローして、また会いに来てくれたら嬉しいです。今日も、カムサムニダー、 Thank you でした。はい、あ、おかむさん、お待たせ。よっちゃん、かわいい。ブレイブさん、サイリウムありがとう。ではではでは、今日は一曲歌って終わろうかなと思いますので、リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、あぼーん、あぶよん、ビヨンビヨン、ブブブブブブーン、よいしょ、ちょっと体勢を変えます。よいしょ、チェリーいいですね。ロマンティックイカ焼き、テルーの歌いいね、ムーンライト伝説、群章、あ、創生のアクエリオン、愛してますかと、大きな玉ねぎの下でタッチ、来た、マリーゴールド、オンリーマイレールガン、葛飾ラプソディいいね、渡良瀬橋、君はずらい、エフォートさんいらっしゃい、ラブラブラブか、風立ちぬ、最後の雨いいですね、テルの歌、雨、花束の代わりにいいね、セーラー服、
土器貫十スパークル実会辻野さんありがとう。風になる美しい日いいね。グッバイデイズ、あ、ゆいさんのやつかな。おグッバイデイズのやつかな。オンリーマイレールガン、アンサー、いい曲だよね。スイートエモーションね。怪獣の花嫁、お筆ペンボールペンいいね。シークレットベース、ラブラブラブ。尾崎豊さん、 I love you しかわからんよ。15の夜とサビだけわかる。よし、では決めます。多分って、ちょっと迷うね。今日迷いますわ。スパークルもありだよね。じゃあ今日は爽やかにこれを歌って終わろう。「
の当たる坂道を自転車で駆け上る。君と誓った約束乗せてゆくよ。ララララララ、口ずさむ唇を染めてゆく。君と出会えた幸せ祈るように。君と出会えた幸せ祈るように。Thank you。 はい、今日は辻彩乃さんの風になるでした。リクエストありがとうございました。はい、ありがとう。あ、ブラボーありがとうございます。ちょっと待ってね。ワンダーさん、ブラボーありがとう、ブラボー。あ、ワンダーさん、ミラボーありがとうございます。ミラボーもいただきまして、ひめみちゃんさん、ひでゆきさん、おがこさん、いずきゅん、えーさん、テストさん、ありがとう。おさぴーさん、おかむさん、よしさんもありがとう。あ、虹色さん、ありがとうです。はい、それでは夜遅くまでありがとうでした。おやすみ。5、4、3、2、1、また明日。